ジョナサン・リチャード・バックは、アメリカ合衆国アイオミング州、ケメラー出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1998年に MLB ドラフト7巡目で、ヒューストン・アストロズから指名を受け、6月11日に、プロ入り。マイナーリーグでは主に守備面で、高い評価を得ていた。2001年には、A 級レキシントン・レジェンズで122試合に、出場して打率。 275.22本塁打、73打点と、打撃面でも好成績を残し、注目される。2004年6月24日、アストロズがカルロスベルトランを獲得するため、三角トレードを完光し、バックはベルトランの交換相手として、カンザスシテロイアルズへ移籍。翌日のセントルイスカージナルス戦に9番、手として先発出場し、メジャーデビュー。 3試合目の出場となった29日のボルチモアオリオールズ戦でシドニー・ポンソンから中前打を放ちメジャー初安打またこの試合で初めてチームを勝利に導いたこの年は71試合の出場で12本塁打投塁阻止率31.8%を記録しシーズン終了後の新人王投票で8位にそれ以来ロイヤルズの正捕手となったバックは 試合前のミーティングに出席する様子などから、味方投手陣の高い信頼を得る。2007年には、同じ保守のジェイソン・ラルーがロイヤルズに加入してきたが、正保守の座は譲らなかった。2008年、ロイヤルズは今度は、ミゲル・オリーブを獲得し、前年のラルーに続きまた保守を補強。同年もバックは、正保守として109試合に出場したが、本塁打は、前年の18本から半減。 また後半戦は打率182と打撃不振に陥った。オリーボが84試合の出場ながら12本塁打、22二塁打、投塁阻止率42.4%という数字を残したこともあり、翌2009年、バックはレギュラーの座をオリーボに奪われることになる。控え保守となったこの年、オリーボが23本塁打を放つ一方で、 バックの出場は59試合にとどまった。シーズン終了後、ロイヤルズはオリーブとの契約を延長しなかったが、12月11日に保守のジェイソン・ケンドールと2年600万ドルで契約。翌日にノンテンダー FA となった。2009年12月13日にトロント・ブルージェイズと1年200万ドルの契約を結んだ。2010年、 バックは監督のシトガストンからアドバイスを受けたことがきっかけで積極的に打つようになり前半戦終了時点で71試合に出場して打率272.13本塁打オプス808と打撃好調故障したビクター・マルティネスの代役という形ながらオールスター初選出も果たし試合ではアダム・ウェインライトから2塁打を放った8月4日には ファウルチップを右手親指に受けて故障者リスト入りしたが、同月20日には復帰。その後も打撃は失速せず、最終的に打率。281.20本塁打、66打点、オプス、802と自己最高の打撃成績を残した。シーズン終了後の11月1日に FA となった。2010年11月17日にフロリダマーリンズと 総額1800万ドルの3年契約に合意した。2012年11月19日に、ジョシュ・ジョンソン、マーク・バーリー、ホセル・エース、ユネル・エスコバーラ総勢11人が動く、大型トレードで、トロント・ブルージェイズに復帰した。ところが、12月17日には、R.A. ディッキーと、保守二2人とのトレードで、トラビィス・ダーノー、ノア・シンダーガード、ウィルマー・ベセラと共に、 ニューヨークメッツへ移籍した。2013年8月27日にディルソン・ヘレーラとのトレードでマーロン・バードと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。10月31日に FA となった。2014年1月14日にシアトル・マリナーズと1年100万ドルで契約に合意したことが報道され、1月16日に球団が発表した。開幕ロスター入りし、 正保守であるマイクズニーノのバックアップとして27試合に出場したが7月7日にディフェとなった7月15日に放出された2014年7月21日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ9月2日にセプテンバー・コールアップでメジャーに再昇格したオフにアルフレド・マルテ ロジャー・キー・シュニックの加入に伴いブレナンボッシュと共に DF となった。マイナー行を拒否し FA となった。2015年1月26日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結ぶ。3月26日に現役引退を表明した。初記録。ありがとうございます。